アルメク編集長山岡麻子のピカピカラジオ。皆様こんにちは。アルメク編集長の山岡です。この番組は雑誌アルメクから生まれた新サービスアルメク365よりおすすめの動画やイベントについてご案内する番組です。時には皆様からのお便りや365の制作の裏話などもご紹介しながら、週に一度、基本的には音声のみのラジオ風にてゆるーくお伝えしていきます。毎週土曜日の更新です。10分少々の短い番組ですが、最後までお付き合いいただければと思います。まずは毎回恒例、今週のおすすめ動画のコーナーです。今回は2つのシリーズをご紹介します。1つ目は毎日脳トレというシリーズ。これはもうアルメク365が始まった最初の日からあって、もうすでに大人気のシリーズですので、ご存知の方も多いかもしれません。そこでもう一つ、逆にまだあまり知られていない新しいシリーズとして、レシピ動画簡単今日のレシピというシリーズも合わせてご紹介したいと思います。さて、まずは毎日脳トレシリーズ。文字通り毎日脳トレ問題に挑戦できるアルメク365の人気ナンバーワン動画です。それをなぜ今ご紹介するかというと、実は今月10月から毎日脳トレの新しいシリーズの配信がスタートするんです。初回の配信は10月3日の月曜日。今後1年以上にわたって月曜日から金曜日まで毎日脳トレ問題を配信する予定です。特徴は何と言っても問題のクオリティが高いことです。すべての問題は認知症予防の第一人者で、筑波大学名誉教授でもいらっしゃる浅田隆先生が監修されています。医学的にもきちんと根拠がある脳トレなんですね。それを毎日続けていけるというのがこのシリーズの魅力です。1本あたりは1分とか2分とかとっても短いので、毎日の習慣にしていただいて、ぜひ若々しい脳を目指しましょう。そして今週のおすすめ、もう一つはレシピ動画、簡単今日のレシピというシリーズです。こちらは配信が始まってまだ間もないので、まだ見たことがないよっていう方も多いかもしれません。でも実は毎週日曜日に一品ずつ、簡単で体にいいお料理の作り方を動画でご紹介しています。で、お料理って写真と文章で作り方をご紹介すること多いんですけれども、やっぱりちょっとこう途中の作り方が文章だけだと分かりづらいっていうことあると思うんですよね。それが動画になると一目瞭然です。まあ例えばどれくらいの大きさ、どれくらいの厚さに切るのかとか、どれくらい、どんな手つきで炒めるのかとか、あるいは例えば5分加熱するって書いてあった場合に、その5分後にどんな状態になっていれば正解なのかとか、そういったことが動画だととても分かりやすいです。また、プロの料理家の手さばきとか段取りなんかも動画だと伝わってくるので、料理の勉強にもなります。このシリーズ、レシピを先生に考えていただくにあたっては、4つのことにこだわっています。1つ目、もちろん体にいいこと。2つ目、なるべく短い時間でできること。3つ目、家にあるような身近な材料や調味料、あるいは道具でできること。そして最後は、洗い物がなるべく少ないことです。例えば、今すでに公開されている動画では、
サバとトマトを使ったカレーですとか、野菜と鶏肉のおかず、あるいは大豆を入れることでタンパク質をアップした麻婆豆腐などなど、アイデアたっぷりのレシピが毎週1回配信されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、ここからは、ハルメク365の知る人ぞ知るスペシャルコーナーをご紹介したいと思います。その名も、横山たか子さんファンクラブです。そんなのあるの?と思った方、多いと思いますが、あるんです。横山たか子さんといえば、雑誌ハルメクでは、関東の連載、信州四季の手すさびでおなじみの料理研究家でいらっしゃいます。また、ハルメク365では動画版の信州四季の手すさびも大人気ですし、今月10月の後半にはいよいよイベントも予定されています。とっても楽しみですよね。そんな横山たか子さんをみんなで応援しようというのが、この横山たか子さんファンクラブです。もちろん参加費などは一切かかりません。活動も基本的には LINE のオープンチャットという機能を使ってみんなでワイワイおしゃべりするだけです。で、皆様も LINE を使われている方多いと思いますので、そのいつもの LINE でご参加いただけます。では早速活動内容をちょっと覗いてみましょう。例えばこんな感じで LINE のトークを使いながらファンの方同士がさまざまな情報交換をしたり、楽しく自由におしゃべりをしています。例えば、横山たか子さんのレシピで私も作ってみたよという写真を共有したり、それに対して他の参加者の方がコメントをしたり、あるいは編集部の方から横山さんの最新の動画やおすすめの記事をご紹介したり、さらにはなんと横山たか子さんご本人が登場してくださることもあります。みんなでワイワイ気軽に盛り上がっていますので、横山たか子さんが大好きという方、ハルメク365の他の会員とおしゃべりしてみたいという方、ぜひ参加してみませんか?この LINE のオープンチャットという機能は、普段の LINE の名前とは違うニックネームをつけて入れますし、お友達登録などもいらないので、とても気軽に参加できるのが特徴です。入会方法はとっても簡単。ハルメク365本会員になると、毎週土曜日に専用のメルマガが送られてきます。その中をよーく読んでいただくと、横山たか子さんファンクラブの入会方法が書かれています。まずは毎週土曜日のメルマガをチェックしてみてください。今後、ハルメク365ではこのように、同じ趣味の方が気軽に集まってお話しできるような場を横山たか子さんファンクラブ以外にもどんどん増やしていきたいなと思っています。お楽しみに。いかがでしたでしょうか。この番組では皆様からのメッセージを大募集しています。ハルメク365へのご意見、ご感想、リクエスト、また、この番組へのメッセージも大歓迎です。番組内でご紹介させていただいた方には、ハルメクオリジナル一筆箋のセットをプレゼントしています。メッセージの送り先は、動画の下の説明文の中に掲載されていますので、ぜひお気軽にお送りください。それではまた次回お会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。さようなら。